今回ノーベル賞を受賞した大村さんの功績ですそのきっかけはですね静岡県のゴルフ場近くの土壌で偶然見つけた物質でしたで、これは寄生虫などを駆除する効果がありましてイベルメクチンという薬の開発につながりますで、この薬は熱帯で流行している失明の恐れがある病気にも効果があることがわかり現在ではアフリカなどで年間3億人が使っています 大村さんが1979年に発見したイベルメクチンは、もともと動物の寄生虫に対する薬でした。しかしその後、人でも効き目があることがわかり、熱帯地方の寄生虫病の一種で失明にまで及ぶオンコセルカ症という病気の治療薬につながりました。この薬は1987年から無償で提供され、 病気に苦しめられていたアフリカや南米の貧しい人を救いました。今では毎年およそ3億人が服用していて、病気の撲滅がアフリカでは2020年に、南米では2025年に達成できると予測されています。ノーベル財団は大村さんの業績について、 悲惨な病気に対する革命的な治療でその発見が全世界に与えた影響と人類への恩恵は計り知れないとたたえています。